BK のピーピーマンでーす。 BK のピーカッパでーす。 BK のアップルでーす。はい、ということでただいまお台場に来ているんですけども、なんと今回は本日12月31日、大晦日ということで年末最終日企画、温泉旅行をしたいと思います。とは言っても日数はないので日帰り温泉旅行になるんですけど、今回こちらね、お台場の大江戸温泉物語にやってきました。1年頑張ったんで、はい、もう自分たちに本当にご褒美の回という感じで、心も体も癒して帰れればなと思います。それでは最後まで見ていてください。 PK チャンネルスタート。すごくね、おお、すごい。帯、帯黄色にしよう。私も黄色にしよう。じゃじゃん。早く行こう、早く行こう、早く。あれ？違うから。違うから。あれ？違うから、ついちゃん。それでは早速本日の私たちが撮ったお部屋に入っていきます。待ってやばい。待ってやばい。本当にやばい。本当にやばい。待ってやばい。どういうこと？これ何？えぐい。なんで？これは特別室。すごい。部屋に池がありました。2時間だけとかもったいな。外もしかしてあれじゃない？じゃあルームツアー。うわ。ルームツアーしよう。まずこちらから。和室になります。すごい、この吹き抜け感。こちらが謎の水が湧いてますね。ガチの水です。テレビでかっ。すごい、2時間だけは無理ちゃんと。ということで、じゃあ気になるこの外に行く扉があるので、そちら行ってもらってもいいでしょうか。行きますよ。ね、やばい。やば、露天ジャグジーがある。反対側は庭と寝転ぶ何かが。めっちゃいい空が見える。ねえ、やばい。えぐいってガチで。これえぐいね。愛深まると思う。愛深まる。あら、面白いわ。ご飯が来ました。ステーキと天ぷらとお刺身と茶碗蒸しとご飯とお味噌汁、こんな感じです。それでは皆様お手を合わせていただきます。いただきます。えー、やばい。いいの？あなた背筋が伸びてないの？乾杯よ。あー、うわー、私が飲んでから飲むのがルールよ。乾杯。1年間お疲れ様です。だよ。2時間で1万2000円のこちら個室御膳コース、どう楽しむかあなたたち次第よ。うん、うまま。うん、うち親を連れて行きたいんだけど。年越しこういうとこいいよね。宿泊だといくらするんだろうね。一番うちらに合ってない、なんかこの感じ、うん、だって味知らない、旅館でみたいな。アングルがダメなのかな。なんか確かに会議感、変な気持ちになる、なんか。あにゃ、ここに来て制圧されそう。初めて自分のあの爆発してる、いつもの面白いと思ってやってるキャラが。めっ綺麗な場所だから。いや、私は勝つよ絶対に。ドーダーラー。逆にさ、こんなだらっ広い部屋でさ、彼氏と来ました、何喋ってる。確かにちょっとなんかこんな広いと気まずない。え、でもさ、旅館って大体こんぐらいはあるじゃん。で、向き合いじゃん多分、うん、2人だったら、うん、どうしてんだろう。テレビがついとんか。あー、でも話すことないこと。美味しいねしかなさそう。清らかすぎて変な気持ちになるがちで。しっかりお昼じゃん、うちらがね。全部がおかしいんよ。集合時間からおかしいんよ。それな、変な気持ちになる。パーピー、何した醤油ついてない。あー、ついてねえんだよ。実そうやってな、ついたみたいなリアクションしてくんなよ。お前を醤油漬けにするだ。
題して2020年を振り返ろう。私のスケジュール帳をちょっと見てみますね。2020年1月から今年初めての撮影がヒトフォアさんとのコラボ撮影だった。あれ今年、あれ今年、待って待って、おかしくないですか？2年前とかなんだけど。あれ今年なんだ。1月6日。多分みんな島根いたよね。いた。一蘭大食いとか行ったりとか。でもあれ今年、今年1月18日からカッパとしばらく2人で動画投稿してますね。え、待って、あ、モーニングルーティーンとか、とか GU とかカラオケ90点取りに行けるかとか、アポが不在、学校で忙しくて。ちゃんと来い。うん、あとチェゴさんとファンシーコラボしたりとか、うん、そっから自粛期間入ってどんどんそれぞれの撮影になってますね。6月ぐらいまでずっと多分もうそのリモートでやっとって、あの時間本当にもったいなかったか。ずっと言ってるよね、暇だったって、うん、一生寝てた。わかる。6月からやっと同居。もう早くしたくてめっちゃせかした記憶あるもん、Pを。でも本当にあれ同居してなかったらさ、マジでもっと動画上がってなかったよな。ね、アポがやっと20を撮ってますね、今年。あれ最近じゃない？そこら辺からもう結構濃いね。うん、最近の記憶って感じ、うんうん、9月10月がすごい企画が面白い。ラブホ行ったりとか、ダイナマイト踊ってみたりとか、ディズニーのホテルでゲットレディーウィズミーしたりとか、うん、北海道。あー北海道ね。でも気づけば今ですね。はしょりすぎー11月なんもなくね11月はもうね、なんか動画ってよりイベントの方に力入れてたから。あー、うちめっちゃしんどかった。あの時11月しんどかったね。ちょっと週に4回は多分レッスンしてたから、最低でも。みんなが帰宅する時間に行くし、みんなが出勤する時間に帰るから、電車が全く混んでないんよ。ちょっと謎にテンション上がるよね、あの深夜で。お前めっちゃモチベ高い。わかる。やっぱうちだって夜行性ないよ絶対本当にそう、ね、そっから一日始まるじゃん。マジで多分普通の人たちと逆の生活してた。カッパとか多分さ、あの時期多分忙しかったじゃん、普通に自分のこととかで仕事が。だからさ、両立してたからマジでヤバって思ってた、うん、でもなんか逆に大変だし眠いけど、忙しくてお仕事があるっていう、その忙しさがちょっと幸せだったかも。え、待ってさ、めっちゃ分かる。え、分かる。今やばい、引っ越しとかで、うん、もう忙しくて、もう時間があれば電車でもパソコンしてるそうなの。もう時間が足りないの。何にもしてなくてさ、なんかなーって思うよりかはさ、毎日バタバタしてた方がさ、いいよね。そう思えるのすごいと思う。で、2年前ぐらいで終わったじゃん通り越した。うん、もうほんと休みがあったら1日寝て幸せだったな、明日も頑張ろうみたいな。うん、アポ学校辞めて心にあったんで、ちょっとスッキリはしました。前よりもだって毎回テンションはまだ高い。だって絶対撮影中に1回はテストがあるからとかさ、めっちゃもう秒で帰っとったよ。え、もう秒どころの話じゃないっすよ。はい、終わりました。の瞬間ごめんね、バイバイもう帰るねって。まあ今もだけど、今はやることがあるから帰るの。嫌われてるよねうちら。聞いてほしい、聞いてほしい、これ言わせて。なんかうち結構誘うじゃん、ご飯夜どうとか。あ、じゃあマジで待って、怖い。やばい。え、今のやばくない？誘われたことない。一回もない今年。一回だけ誘った。あれ、ちょ、ちょピンは夜、あ、この間聞いたじゃん。あれは違う。編集じゃん、編集じゃん。編集じゃんね。使ってんね今んとこ。絶対使う。ガチ嘘つき。一回なんかマシになんか撮影が早く終わってお腹減ったからご飯食べに行くみたいな感じで言ったら、あの、ごめん今日用事あるって言われました。ついででしょ、 LINE で前の日とかないのついでやろ。つつつつごーい、おおお女です。今のは怖いな、ちょっとびっくりしました、もう本当にすごいね、マジリプレイでどうぞ聞いてほしい、聞いてほしい、これ言わせて。なんかうち結構誘うじゃん、ご飯夜どうとか。あ、じゃあマジで待って、怖い、うちより虚言やはい、ということでご飯を食べ終わったので、続いて足湯をしに行きたいと思います。ここ足湯の映えスポットみたいなんで、インスタ映えをしながら足湯ができるみたいな施設があって行ってきたいと思いまーす。めっちゃ寒い。クソ寒いね。めっちゃ映えてんじゃん。すごい、めっちゃ綺麗ここが。可愛い、頭にタオルのして。あっつあっつあっつあっ、めっちゃいい。あんにゃそう、高い。
てっさん変な気持ちタイム。変な気持ち似合わんね、うちらの。マジで似合わん。マジで間違いランキング結構上位に上るかも。大江戸温泉こんなハイトーンいません。いません。こう夜やばいと思う。あ、やばそう、ね、夜来たいよね、うん、どう思いました。今日はここに来てみて、アップルさん。いや、癒されました。これが年末ってのもまた。てか、こんな施設があるんだね。噂に聞いてて、サイト初めて見てみたら、地方にある大江戸温泉より日帰りで遊べるのがお台場。マジでさ、一日おれるくない？そう、うん、温泉のテーマパークっていうのがモットーらしい。マジでお祭り気分。めっちゃ嬉しい。する？やろう、やろう。リラックマンにしよう。いやいや、嘘でしょ。クソ弱いやん。あげて、あ、じゃあ一人一個好きなの選んでください。1個あげる。瞬殺。それはそう。お兄さんがサービスしてくれた。くれました。くれなかったけど。すごい、見て、銀だこもあるんですよ。隣にマリオンクレープ。すげー。原宿かよ。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。初めて買ったかも、人生で。え、可愛いよ。ガチで楽しんでない、うちが。ガチで楽しんでる。アップルさん入ります。すごい、静止画なのに動いてます。クレープ休憩。ディズニーと同じぐらいの気持ちになる。ここ嬉しいな。どっち側に？カスタードケーキ、キャラメル。こっちはバナナと、はい、すいません。うまっ。うまっ。クレープめっちゃ久しぶりに食べた。ケーキが美味しい。ケーキ食べたいのに。うん、なんか冷えてる。かわいい。マジで写真が映える。ね、ここめっちゃ映える。バッグがめっちゃ可愛いから。みんな来てほしい。うん、ピーが撮ってくれた。マジうますぎ。今いい。いや、もうおじさん幸せの休みの日すぎてやばくない？ね、マジで撮影感なくてさ、普通に悲しいんだけど。マジでこの人たちさ、結構男のメンズ集団みたいな結構いて、そのすれ違うたびにめっちゃ特典みたいなのつける。は、何してんだよ。やばいやつね。でもあんたたち本当は婚約したいんでしょ。一緒でいいのにって思ってそう。特にあなたは。なんで？婚約税。誰と？元カレ？女友達で行った場所がたまたま婚約だった。え、待って、入っとったってこと？男の人が。男の人と同じ空間。え、気になりすぎて早く食べてほしい。泥風呂？もう露天風呂なの。入り口は違うの、男女。だから更衣室は違うんだけど、行ったら同じ空間。入り口からもお湯があんの。だから絶対見せたくない人はこうやってしゃがみながら行けば、泥湯だから見えない。すごい、何その空間。すごいよね。めっちゃローカルな場所だも。あ、もう法律もないんじゃない？じゃあ法律はある。法律はある。オオカミくんじゃん、もう。絶対嫌なんだけど。オオカミにブスが出たら。めっちゃかっこいいよ、雰囲気。やばいやばいやばい、この人めっちゃかっこいい。絶対やばい、絶対。何もまだ始まってないのに、初回のオープニングで炎上。女ば。かっこいい、かっこいい。あ、やばい。豚バラ串。うわ、何何何。そこらの串とは違う話。やっば。何やこれで。690？ 1本で700円だよ。高っ。高くない？バカだけ。うん、噛むたび染み出てくる。ごちそうさまでした。あとちょっとで帰ります。はい、ということで、大江戸温泉、一通り遊び終わって出てきました。楽しめました、いろいろ。温泉以外でも本当に充実してたので。ね、びっくりできた。ということで、本当に2020年もね、僕たちのチャンネルを応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。これが今年最後の動画になってると思うんですけど、また来年もよろしくお願いします。お願いします。では、帰りますので、良いお年を。ちょっとね、少しじゃあったけど、ドキドキした。